マイヤーズ司令、機関室から報告が入りました。エンジンの修理完了まであと3時間だそうです。外から見た時にはそれほど大きなダメージは負っていないように見えたんだが、このエルシオールはノストテクノロジーで建造された船ですから、何かと手間がかかるんです。もちろんエンジンの整備も。クロノクエイク以前に作られた船が貴重品には違いないんだろうが、不便な代物だな。ま、この船がそこらの軍艦よりも優れた性能を備えていることは認める。火力の不足を補うため、我らが月の聖母は5機の紋章機をお与えになられたんです。この船の乗組員のほとんどが白き月でシャトヤン様にお仕えしていたものです。乗組員がみんな月の巫女、非戦闘員がこの船を動かしてるってのは。非常時でしたし、それにロストテクノロジーを取り扱うには専門の知識と経験が必要不可欠ですから。ですがご安心ください、司令官の命令はシャトヤン様ご自身の目ですから。マイヤーズ司令、私たちは了解しました。これからもよろ。お、二人とも揃っておるな。シバ王子にお前たちをご紹介しておかねばな。謁見の間でお会いになられるそうじゃ。つべこべ言わずにさっさと来い。もうじき芝王子がお見えになられる。じゃ、そういう態度をするなって言ってるんだ。お待たせいたしました。芝王子のおなりでございます。そなたが新任の司令官か。マイヤーズという名だそうだな。なんだ、お前だったのか。てっきり隣の男かと思ったが。そうか、まあよい。ではマイヤーズ、直ちにこのエルシオールを転身させ本性まで引き返せ。二度も言わせるな。直ちに転身し本性にいる臣民たちを救うのだ。王子、どうかしばらく、今しばらくのご辛抱を。間もなくこちらに援軍が合流いたしましょう。そんな言葉は聞き飽きた。お前はそれでも無人か、ルフト。皇族の中では私のみが生き残ったと聞く。かかる気球存亡の時にこのシバが臣民とシャトヤン様を救わずしてどうする。こうしている間にも逆賊エオニア目によって罪なき者たちが苦しんでいるのであろう。お気持ちは重々お察しいたします。しかしながらエルシオールのみでは。せめて援軍が到着するまでお待ちくだされ。では芝ここにありと触れて回るがよい。その声が届けば勇猛なる皇国軍が我が元にすぐさま駆けつけるであろうに。
逃げるだと？まさか。これ予算か、タクト。事実なのか。だったらなおさらだ。シャトヤン様だけでもお助けせねば。今すぐ引き返せ。シャトヤン様は私を引き取って白き月で養ってくださった、いわば育ての親。その恩を今こそお返しするのだ。分かった。今は生き延びることの方が大切なのだな。マイヤーズ司令、そなたを信じよう。エルシオールとエンジェル隊を率いてこの芝の身を守り、ローム聖景まで送り届けよ。うん、頼んだぞ。少し疲れた。下がってよいぞ。はっ、では失礼いたします。タクト、エスタ、退出するぞ。俺からしたら、その場で文字通り打ち首にならなかったのが不思議なくらいだ。背筋が凍ったぜ。いや、立派だったぞタクト。なかなかあそこまで言えるものではない。さすがはわしの見込んだ男じゃ。子供の頃じゃと？なるほど、その通りじゃな。任務に私情を挟むまいと思ってはいるが、芝王子を見ていると故郷にいる孫のことをつい思い出してしまっての。とはいえ今はこの混乱じゃからな、無事でいるかもわからんが。ああ、すまん。余計な話をしてしまったな。歳を取るとこれだから困る。うん、そうじゃな。おあつらえ向きにごく最近の映像があるぞ。わしらが脱出した後、青函ネットで放送されたエオニアの演説じゃ。エオニアの演説ですか。想像するだにつまらない代物みたいですね。まあそう言うな。よし、これでデータのセットはできた。いつでも再生できるぞ。お待たせしました。ミルフィーユ桜庭以下5名参りました。私たちエンジェル隊に何かご用ですの？問題ありません。なんでもいいけど手短にね。まあまあランファー、例のエオニアの演説じゃよ。君たちエンジェル隊にも見てもらいたくてな。わかりました。了解。愛すべき広告の臣民たちよ、私はエオニアトランスバール、トランスバール広告第14代皇后である。私は非道なる前王ジェラールと腐敗しきった貴族諸侯に鉄槌を下し、正当なる血に基づく王の座を回復させた。彼ら一部の特権階級は白き月の恩恵であるロストテクノロジーを独占し続けてきた。これを不当と呼ばずに何と呼ぶ。だがその滞在には裁きが下された。諸君を苦しめてきた不当なる権力は倒れ、王国に正しき秩序がもたらされた。諸君の前にはさらなる繁栄が約束されている。ただしそれには広告がある。我々が一丸とならねばならない。この宇宙に白き月の恩恵にも勝る未知のロストテクノロジーが今なお眠っている。
これこそがさらなる富と栄華をもたらす力だ。月の聖母シャトヤウンはロストテクノロジーの探索に賛同し、私の即位を祝福してくれた。私に諸君の力を貸してほしい。今まで同じ公国内にありながらバラバラであった制度や文化を一つにし、新たな目的に向かって結束を固めるのだ。混乱に乗じて狼藉を働いている一部の者たちにも、今ならば寛大な処置を考える。直ちに我が元へ帰順せよ。あるべき姿に統一された正しき国、正統トランスバール公国の一員として、私と共に星の彼方の栄光をつかもうではないか。正統トランスバール公国、混乱に乗じて狼藉をだと、クーデターを起こした張本人のくせに、ぬすっとたけだけしいとはこのことだ。タクト、お前はどう思ったかの？その根拠は？よろしい。すごいんですね、タクトさん。あんたね、これぐらいは気づいて当然でしょ。もちろん私は最初からエオニアの言うことなんて信じてなかったけど。顔はともかくとして、その意見には同感だな。未知のロストテクノロジーとやらも怪しいもんだ。あるかどうかもわからない、そんな不確かなもの、当てになるはずがない。エオニア本人には確信があるのかもしれん。少なくともあの無人艦隊は明らかに広告の外からもたらされたものじゃからな。ヤツの言葉を借りれば、広告が一丸となって探さなきゃならないほど稀な存在ってことさ。気の長い話だね。当たらずとも遠からずじゃろうな。おそらくエオニアに一番不足しているのは人材じゃ。5年前エオニアが辺境に流された時、奴に従ったのはほんのわずかな側近のみ。残っていた近しい者も全て処分を受けた。ましてや芝王子をエオニアのところへ連れ戻したら最高の手土産になるだろうし、それだけは何としても避けねばならん。最短ルートで構成艦候補を繰り返したとしても2週間は必要だな。もちろん何の妨害もないと仮定してだが、もちろんだ、航路の検討と同時に策敵も進めておく。大輝今頃何言ってんのよ。どうじゃな、えん、なんじゃ逃げ切らんやつじゃの。この先もエオニア軍の捜査。ところが紋章機の性能はさよう。エンジェル隊が戦いに集中できなければ紋章機も満足な性能を発揮でき、そこでお前の腕の見せ所というわけじゃ。あの子たちが支障なく作戦行動を取れるよう、そう難しく考えることはない。おお、そうじゃ、エルシオール、それまでは艦内を、うん、何かあったら連絡を言って。じゃあ、また回しますよ。
さっきと同じ色ですよね。え、はい、一緒です。やったー嬉しい。こいつ一頭ばっか4回も。ダクトさん、本生でも超レアなプレミア最高級三つ星ランチバスケットマリーゴールド VSO ピーナス、欲しかったんですよこれ。そうなんです、このお客さんさっきから4回連続で1等だけ当ててるんですよ。まったくです、このキャン。よく言われます、すごい。あの店員さん。あ、はい。えい、やったー。ま、お客さん勘弁して。はい、新司令官就任記念キャン。ピクニック用品の特売もやっているんですよ。それでそんなことないですよ。この船の銀河展望公園によくピクニックに行きますから。はい、ありますよ。わかりました。ま、え、い、着きました。ここが私の部屋です。そんな、あ、じゃあ荷物を置いてきます。お待たせしました。はい、わかりました。では今から艦内の移動の仕方についてご説明しますね。これがエルシオール内の様子です。色が赤く変わっているところは移動可能な施設を表しています。カーソルを合わせるとその施設の名前や簡単な説明が出ます。艦内は A から D の4ブロックに分かれています。一部の施設に誰かの顔が表示されていることがあります。もう一度説明しましょうか。この部屋はもともとは館内プールだったんです。今にわかりますよ。いえ、それとは違います。あら、バニ。いえ、用事があるので失礼します。自分の勤務時間外でも他の部署を手伝ったりしてるんです。きっと誰かの手伝いに行ったんだと思います。ここが管理室です。あそこの温室みたいになっているところではいろんな動物が飼われているんですよ。ええ、はじめまして、マイヤーズ司令官ですね。わかりました。はい、この船の住人ですよ。いえ、違いますよ。それは宇宙クズ。今日はいつになく機嫌がいいみたいです。タクトさん、タクトさんは宇宙クジラをご覧になったのは初めてですか。脅かすつもりはなかったが、普通の人間には通じませんが、そんなところです。ルフト准将からお聞きしています。宇宙クジラは人間の
の。はい。わかりました。今から宇宙クジラの言うことを僕それぞれの表情は、タクトさんのこと、タクトさんを信頼していれば、それだ紋章機の攻撃力や防御力などが上がる。また表情の下の棒グラフは上官と部下としての信頼関係とは別に、こグラフが右に行けば行くほど皆さんに対してどう接するか。宇宙という感じみたいです。そうですか。いえ、何でもあります。ええ、キュン。あそこの温室にも様々な動植物、気に入っていただ、それはうち、あの縁が鋭いノコギ、毒は持っています。そういう、いえ、ちゃんと、ダメです。先生、いらっしゃ。先生は席を外しておられます。自分の手が空いてる時にお手伝いをさせていただいているのです。よかった、バニラがいてくれて。バニラに任せればもう大丈夫ですよ、タクトさん。指から血が出ていますね。どうしたのですか？わかりました。治療します。手を出してください。え？こう？終わりました。ナノマシンを注入し、治療を行いました。ナノマシンは原子レベルでの操作により、現存するほとんどの物質の構造を解析し、必要とされる物質を生成できます。要するに、怪我や病気をパッと治してくれるってことですよ。これはナノマシンの集合体です。そういう構造を再現すれば歩行も可能です。治療で大量にナノマシンが必要な時に備えてこうして携帯しています。すごいですよね。まるで歩く救急セットみたいで。ナノマシンペットと呼んでいます。ごめんなさい、外出してて。どこか具合が悪いの？あ、ケイラ先生。いえ、私じゃなくてタクトさんが。まあそうだったの。ああ、あなたが例の。それはごめんなさい。医務室を預かるケイラです。よろしくお願いしますわ、司令。そう、それなら安心したわ。お大事にね、バニラ。ありがとう。いつも悪いわね。いえ。そうね、ほとんど毎日のように。お、バニラの仕事ぶりってすごいのよ。この館内で怪我人が出た時なんか一生懸命、それこそ寝ずに看護に入ってくれるんだから。パイロットとしてもとっても真面目ですよ。む、いえ、ほ、自分にできるだけのことをしているだけです。そうですか、そうですか。感情をコントロールしないとナノマシンの制御に支障が出るためです。タクトさん、それまた怪我をしたらいつでも来てね。遊びに来てくれるのも大歓迎よ。おいしい。私たちよくここでお茶しているんです。そんなことないですよ。ええ、問題ありませんわ。それが一緒に席を囲みたいようなお方であれば。
おいしい。こんにちは、タクトさん、ミルフィーさん。いえ、構いませんわ。お二人もご一緒にいかがですか？そうさせてもらおうかな。いいですよね、タクトさん。どうぞ、お座りください。このラウンジには、いろいろなお茶やお茶菓子があるんです。タクトさんは何にしますか？これですか？あんず飴です。自分で買ってきたものですわ。ミントはこういうお菓子が大好きなんですよ。私も時々もらうんです。あら、ケーキも嫌いじゃありませんわ。特にこのあんず飴は人工甘味料の味と合成着色料で真っ赤に染まる舌がたまりませんわ。舌、ご覧になります？何でしょう？あ、わかりました。ミントはあのブラマンシュ財閥の一人娘なんですよ。それより、どのでしたら入り口のショーケースで。うん、そ、それにしてもタクトさん、いつの間。では、そういうことにしておきます。あら、私と同じこ。あら、あ、実は私。テレパシーです。とは言っても、いえ、あ、いえ、はい、わかりましたわ。何も、あの、お待たせしました。チーズケーキとガトーショコラのどっちにするかで迷ってたんですけど、やっと。ミント、そうなんですか？そうです。ここはトレーニングルームです。フィッ、あら、あっちにラ、あら、あんたたちだったの。何、私に何か用？運動するんだから動きやすくて汚れてもいい服に着替えるのは当たり前でしょ。それより何の用？あんたもトレーニングしたいの？あっそ、この私。ごめんね、ランファ、今はタクトさんにエルシオールの案内をしてるところなの。まあ別にいいけど。でもタクト、あんたはもう少し体鍛えた方がいいと思うよ。あ、はい。勝手にどこ。この格納庫では紋章機の整備をしたり
私たちパイロットのリンク調整をしたりするんです。そうだ、整備班の班長さんを紹介しておきますね。あ、いたいた、クレータさん。あら、ミルフィーユさん。タクトさんに艦内のエルシオールと紋章機の整備を担当、白き月のロストテクノロジー研究者。私たちエンジェル隊も女の子だけでしょ。だ、我々は民間人ではありますが、ロストテクノロジーですから、どうぞご安心ください。はい、こちらこそ。そうだ、マイヤーズ氏ね。ああ、館内を見て回ってるって聞いたもんね。本当は着任と同時にここへ顔を出すのが理想的だったけど、いい心がけだ。よし、よく聞いてるんで。フォルテさん、いきなり個々の機体の説明。それもそうか。いきなり難しいご質問です。ロストテクノロジーを多数使用した一人乗りの大型戦闘機、それが表面的な紋章機の定義と言えるかと思います。ロストテクノロジーであるクロノストリングエンジンを搭載し、単独で戦艦と渡り合えるほどの性能を持つ機体ですが、紋章機に使われているロストテクノロジーにはまだまだ謎の部分が多いんです。その代表的な例がパイロットと機体とをリンクさせるシステム、ヘイローです。私もよくはわからないんですが、簡単に言うとパイロットのコンディションが機体の性能にもろに影響する仕組みなのさ。良くも悪くもね。例えば私たちの体調が悪かったり感情が乱れていたりすると性能が低下するんです。攻撃は当たらない、スピードは落ちる。逆に言えばパイロットの気力が充実しやる気満々って時はまさに天下無敵なんだけどね。ルフト准将がマイヤーズ司令を頼られた理由はおそらくそこにあるのではないでしょうか。実戦における指揮能力に加えてエンジェル隊の皆さんの精神的な支えとなってくれる人材。そんなに心配することはないよ。それじゃあ次は紋章機を一機ずつ説明していくよ。まずは1番機ラッキースター。私の乗る機体ですね。ピンク色が可愛いでしょ。手法はレーザーキャノン、その他にミサイルやバルカン砲、自動追尾型ファランクスを装備している。どんな距離にも対応できる武装と小型シールドを持っていて機動力もいい。バランスの取れた機体だね。お次は2番機カンフーファイター、ランファの機体だよ。2番機は接近戦を得意とする機体だ。抜群の機動力を生かして敵に肉薄してすれ違いざまに攻撃を加える戦法を得意としている。ただしスピードに重点を置いている分、機体の耐久力は5機の中で一番低い。主兵装は大型ミサイルとバルカン砲、それから2つのアンカークロー。機体の両側の腕みたいに見えるところがそれさ。このでっかい鍵爪を発射して敵を文字通りぶん殴る。これが3番機トリックマスター、ミントの機体だ。3連装ミサイルの他にフライヤーという遠隔操作可能な砲台を3機持っていて、それを自由に飛び回らせて攻撃できるのが特徴だよ。この武装と高性能レーダーを連動させて長距離からの狙い撃ちを得意としているんですよ。速度や小回り、機体強度といった面でも他の機体に見劣りしないから安定した戦いを見せてくれると思うよ。やっと私の愛機の番だね。4番機ハッピートリガー、大口径レーザー砲にレールガン2門、ミサイル、自動追尾型ファランクスと、まあ5機の中で最大の火力が自慢さ。機体の頑丈さも紋章機の中では最高レベル。重量がある分スピードが犠牲になってるけど、それでも十分な機動力は持っている。全力射撃をかませばどんな敵でも一殺さ。私が撃ちまくれるような意識を頼むよ、司令官だの。最後はバニラの乗る5番機ハーベスターだ。武装は中距離ビーム砲と自動追尾型ファランクス。大型のシールドを装備してはいるけど攻撃力や機動性は決して高いとは言えない。あくまでも紋章機の中ではというレベルの話だけどね。でもこのハーベスターには攻撃以上に重要な役割がある。それが紋章機のダメージの修理だ。5番機の基本的な運用としては、自分はなるべく無理な攻撃をせずに味方が危なくなったらすぐサポートに回る。さてと、とりあえずこんなもんかね。そうかい、
それじゃ、さ。手取り足取りを。どうや、ち、惜しい。ねえねえ、フォルテさん。ああ、また今度気が向いたらね、司令官殿。いろいろ教えてもらいたくなったら。まったく、フォルテさんから、ああいうじ、え、何かあったら、ま、はい。こちらがクルー用の食堂です。せっかく来たんですし、何か食べていきますか。いらっしゃい。おい、こんにちは、おばさん。はいよ、おすす、タクトさんです。あら、まあ、あんたが新しい司令さんかい。こちらこそ司令さん。おばちゃん、ランファスペシャル大盛りでね。なんだ、あたし専用に。タクトさん、早く。あ、いいや、別にそれで。あら、あんたも。へえ。はい、ら。食べてみたらわかる。それじゃ。何？大丈夫ですか？これぐらいどうってことないじゃない。ランマは辛い食べ物が大好きなんです。そうね、カレーが苦手なんだったらランファスペシャル2号のラーメンとか。あ、フォルテさんがいます。あ、始まりますよ。やあ、司令官殿、あたしの秘密の穴ぐらへようこそ。フォルテさんは火薬を使う重火器を愛用してるんですよ。ルフト准将が許可してくれたんでね。火薬の銃を使ってるのはあたししかいないから、専用の部屋みたいなもんさ。よく言われるよ。けど、ところで司令官殿、なんでだい。そりゃそうだ。そんな、フォルテさん。形の上ではともかく、私が、お前さんには経験が足りないってことさ。知ってる情報が少ない。その情報を求める術も知らない。そして情報を活用できる経験もない。そいつは結構、ま、ミルフィーが懐いてると、いい人です。どうだかね、人畜無害のやつより多少悪くっても頭が切れるやつ。フォルテさん、戦場ってのは面白いもんね。すぐ逃げ出すやつ、裏切りやつ、頭のいいやつ、悪いやつ、じっくり見極めさせてもらうよ。タクトさんなら大、どこでもお好きな場所を。マイヤーズ司令、およびエンジェル隊パイロットは。どうしたんでしょう。マイヤーズ司令、機関室から報告が。Thank you.
わかりました。終わりました。そうですか。何ですか？医務室で使う消毒液のストックが切れたので。かくれんぼっていうのはね、鬼が銃か敵の待ち伏せを発見する軍事訓練ですか？ちょっと違う。しかし、久しぶりだな。しかし危険ではありませんか？広い上に賢明な判断。残念。本当ですね。また何か買い物して、ここでは生活用品から端末のカタログから注文すれば。タクトさんは甘いもの好きですか？ここのソフトクリームはかなりおすすめなんですよ。あら、タクトさんに見る。このゼリービーンズとふ菓子を。このコンビニは駄菓子の品揃えがとても充実していますの。その迷う気持ちもまた楽しいんですよね。なんでだい？こちらがクルー用の食堂です。こちらこそ。それじゃだカレー。遅いわよ。私たちも。余計なことは言わなくていいの。クールダラス副司令、エオニア軍の予想進路が分かった。多分まだだろう。こっちも今しがた無人哨戒機の情報で分かったくらいだしな。はい、エオニア軍の進行速度から言って。このままじゃ見つかるのも時間の問題だね。でもそれはそれで気がついたと。どうする？タクト。いや、エルシオール以外の艦隊はすぐに出…察しがいいの。幸いこの距離なら艦影の判別はつくまい。エルシオールが離脱する最も重要なのは…黒い！タクト、これは指揮官たるもの
常に任務の優先事項を認識し、戦っているのはお前一人ではない。その上で上に立つ者の前。よし、ルフト准将には大変お世話になりました。ムーンエンジェル隊を代表してお礼を言わせていただきます。おいおい、まるで根性の別れみたいなこと言わんでくれ。大丈夫じゃよ、伊達に長いこと修羅場をくぐり抜けてはおらん。はっ。ではな、タクト、エスター、ルフト艦隊レオニア軍の進路か。了解しました。より報告、エンジンの修理完了したそうです。タクトさん、今のうちに急いで脱出しましょう。ルフト准将の行為を無駄にしないためにも。発進、警戒を怠るなよ。了解しました。ルフト准将のおかげでしばらくは無事に行けるだろう。護衛艦隊がいなくなり、エルシオールは丸裸。見つかったら紋章機で叩いて逃げて、危なっかしい道行きだな。お前のそんなお気楽。目標ポイントに到着し、よし、恒星艦後方に移る。クロノドライブ開始。クロノドライブを行っている間は通常空間から干渉を受ける心配はないからな。タクト、お前は綺麗な女の子たちとやらの様子を見てこいよ。ああ、紋章機の性能はつまりエンジェル隊と信頼関係。ああちょっと待て、言うま。だけどこの先ほんとね、フォルテ。紋章機の確認に来るのは早かったから、やるべきことは一応分かってるみたいだけど。そうですよね、やる気はあるようだけど。大丈夫よタクトさん。あれだけじゃまだなんともね。型通りの人物ではないと言いますよね。何があったか知らない。そうは言っておりません。興味を持てる対象ではありますが。あんたはどうなのよ。私は、あっそ、ともかくあの司令官殿を支えてやらないこと。そうですね。では私。ああ、あれ、はい、忘れ物。私たちこそタクトさんにひどいこと言ってごめん。あの、あまり気にしないでくださいね。そんなことないと思います。みんなはまだタクトさんのことをよく知らないから戸惑っているだけですよ。あ、そうだ、ピクニックに行きましょう。ピクニックですよ。ピク、はい、私たちとタクトさんとの親睦を深めるんです。今日これから行きましょう。今はクロノドライブに入ってるから敵と戦う心配はないでしょ。ちょうどいいじゃないですか。あ、タクトさん、ラーファたちにもこのことを教えてきてもらえませんか。私は今からお弁当を用意しないといけないですから、もう超速攻で30分くらいで作っちゃいますね。それじゃあタクトさん、お願いします。タクトさん、買い物に出ておられます。了解しました。
ケイラ先生や整備班、主に、いえ、医学書や、いえ、新たな知識を、ところで、わかりました。まあね。はあ、ピクニック？なんだ、そうね。じゃあ早めにトレーニングを。疲れるだけで済めば。笑い事じゃないのよ、あの子が何かするとね。そんなバカなっていうことがしょっちゅうあるのよ。ピクニックですか。それは素敵ですわね。でしたらお茶はこちらで用意いたしましょう。ちょうどこのラウンジではお茶の葉の香りもしていますの。タクトさんはどのお茶がよろしいですか。選んでくださいまし。そうですわね、お食事と一緒にいただくには少し甘みが強いかもしれませんが、デザートにはちょうどいいでしょう。ではこれにいたしますわ。お茶は私が自分の部屋で入れて持ってまいります。そうですわね、楽しみですわ。おや司令官殿、趣味と実益を兼ねてピクニック。ミルフィーの考えそうなこった。一発の口聞くじゃないか。けどわかるさ。いいよ、私も付き合うよ。そうだね。さーて、何がどうせ暇があっても私の場合はここでぶっ放してるか部屋で銃磨いてるかだし、少しは刺激もあった方がいいからね。拳銃からロケットランチャーまで一通りね。自分で言うのもなんだけど、そこらの武器屋よりは充実した品揃えだと思うよ。なんだい、お前さんにはそういもっとも、この仕事してると任務の間はタダで打ち放題なのがいいんだけどね。まあタクトさん、ピクニックに備えて必要そうなものを用意しておりましたの。ミントさん、ありがとうございます。ばこちらが個人用耐熱シールド、それに糸のことワイヤーロープ、超小型暗号解読機。備えあれば憂いなしですわ。何が起こるかは私たちにも分かりません。ある意味では楽しみでもありますけど、何が起きてもいいように。あるいはただ流れに身を任せるのも一つの方法です。はい、重要なのは冷静さと柔軟な思考です。確かにそれも大切ですわね。私も知って。はーい。そうですか。照れちゃいます。はい、今作っているところ。
りなくて困ってたんです。簡単なとこ、そんな遠慮し、ありがとうございます。さあさあこっちです。どうぞお入りください。でもさっきくじ引きでもらったバスケットがそれにまだあるんですよ。食堂のキッチンに大きなお、そんなことないですよ。急いで作っちゃいましょうね。みんなでお弁当、楽しいピクニック。すみませんタクトさん、この玉どうです？本当ですか？いい天気といい空気とみんなの笑顔があるからですよ。はい、ありがとうございます。ええ、おかげさまで。次、それは完成するま、はい。あ、タクトさん、はい。ところでみんなには、そうでしたよ、ありがとうございます。それじゃあ、いらっしゃいましたわ。みんなお待たせ。オッケー、これで全員揃ったわね。さあ参りましょう。荷物をお持ちします。ほら早くおいでよ司令官。じゃあ奥の方に行って。うわー、いい天気。当たり前でしょ、ちょっと行ってみただけだもん。いいじゃない、シートを敷くのは。いいんじゃない。おお、うまありがとうございます。たくさん作りましたから遠慮なく食べてくださいね。本当は特製ケーキも作る予定だったんだけど、途中でオーブンが故障しちゃって。私楽しみにしてたのに。ケーキ、過ぎたことを気にしても始まりませんわ。さすがミント、気が利くわね。はい、温かいお茶もご用意しましたわ。このお茶はタクトさんが選んでくださった銘柄ですのよ。それじゃ早速いただくとしようかね。この卵焼き美味しいですわ。そうなんですの。ああ、見るだといいんだ。あれ、そういえばこのくじ引きで当たったの。運の良さ、いや、ああ、それはね。ん、どうしたんだいバニラ。あら、あなたたち、私たちもここでピクニックしようと思って。少し暇ができそうなんですか。そうね、この卵焼きた、あら、ほんと急に賑やかに。そうですわね、みんなでピクニックで。もう整備班のみ、出撃もしばらくないから。コンビニでレジャーシートとかが安かったから。いえ、構いま、タクトさん。タクト、薬。こんにちは、司令。キムーです。すごい、マイヤーズ司令。どうしたんだい、げんなりしま、この状況。あ、普通はないだろうね。いいか悪いかはともかく、なぜか偶然にすごいことがよく起きるんだよ。はい、私を呼びましたか。論より証拠だ。み、あ、あれ、司令官殿、それちょいと借りるよ。このコインをミルフィーが投げる。えい、もう一度やってみます。なぜかこうなっちゃうんです。これでわかったかい。ミルフィーが何かするといつも確率を無視した出来事が起きるんだよ。 ESP チェックも何度も受けたんです。でも極端に運が良かったり極端に悪かったり、どうなるかは私にもわからないんです。
私が何を考えているとか何をしているとかそんなのに関係なく、突然いいことや悪いことが起きちゃうんです。この前司令官殿を迎えに行った時に敵と出くわしたのもミルフィーの運のせいだったりしてね。あ、ポルテさんもやっぱりそう思います？その運がいい方に転がったおかげで私らが助かったことも一度や二度じゃないけどね。イエーイ、こっちはもう、あらあら、私の星のお花見っていう行事みたいです。もしそこの方、あん、鳥が聞いちゃいないね。ですが、さっさと降り、手間かけさせ、うひゃー、落ちましたわね。大丈夫だと。あれ、バーベキュー。ランファさん、これ以上召し上がる。まさかあんた。はい、あんたの日。それはともかく、細かいことは引っこなし。はい、ランファ、向こうの人たちの食べ物なんだからあんまり横取りしちゃダメよ。あの、実は先に焼いておいたものがあったんです。一人分しかなかったから、みんなにせめてタクトさんには食べてもらおうと思って。いえ、どういたしまして。はい、いただきます。あの、お味はどうですか？はい、タクト、そんなことないですよ。本当ですね。あ、タクトさん、取ってあげます。遠慮しな、あ、こん、あの、あ、冷たい。一体何なのよこれ。バーベキューが台無しじゃない。ともかく早く外に出なきゃ。煙が目に染みて前が見えないです。こちらです。こんなことになるんだったら水で落ちないマスカラにするんだったわ。先生、傘を持ってきて正解でしたわ。話は後だ。でも、はぁーん、ちょっと濡れただけ。卵や、しょうがないよ、また今度作ってくれ。いえ、雨というよりも。なるほど、すみません。多分これってミルフィーの運は良くも悪くも両極端なのよ。そのたまたまを同感です。私もそう思う。はーん、敵中だ、早くブリッジに戻れ。このままで、今日の敵には同情いたし、よし。すみません。あ、はい。タクト、やばいぞ。運の悪いことに俺たちは敵の警戒網の真ん中にドライブアウトしちまったらしい。ああ、無理だな。無人艦隊、こちらへ転進しました。ほらな。格納庫のエンジェル隊より通信です。エンジェル隊1番機から5番機、スタンバイ完了。あれ、すいません。なんだと。そう、目くじら立てなさんなって。特にミルフィーのラッキースターは。そりゃ敵艦隊への距離。ああ、そうだな。本調子でないとはいえ紋章機の戦闘力は貴重だ。多少無理してて。言い方と、これから現在の状況と作戦目標を説明する。アルモ。了解。エルシオールが今いるのはここだ。で、次の正規。のんきなことを言って。残念ながらクロノドライブができる。どうするタクト。そうかもしれないが、わかった。ここ巡洋艦、駆逐艦タイプか。外見や性能は
広告軍の同型艦俺たちを探していたんだろう。以前広告軍と演習を行った際、紋章機。おいおい、急いで突破するんじゃなかったのか。おや、こっちも楽し、はい、了解しました。もう一度。了解。みんな一緒に戦えなくてごめんなさい。まったく、しょうがないわね。後で何かおごりなさいよ。ミルフィーさんの分は私たち全員でフォローしますわ。そういうこと、安心して任せなよ。作戦を開始します。みんな頼んだぞ。エルシオールに敵を近づけさせないように戦ってくれ。目標は叶いました。攻撃に移りますわ。カンフーファイター、了解。うまく攻撃を回避されましたわ。チャンスでしたのに。了解しましたわ。これより行動を開始します。トリックマスター、攻撃を回避されましたわ。チャンスでしたのに。ハッピートリガー了解。敵の攻撃を回避したわ。ハーベスター了解。カンフーファイター了解。了解しましたわ。これより行動を開始します。攻撃三万機被弾しましたわ。嘘、避けた。撃墜したわ。私の敵じゃないわね。攻撃開始。あら、タクトさん、私の戦いに興味がおありですか。攻撃回避しましたわ。ダメージ。次は外さないよ。トリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。トリックマスター被弾しました。まだ攻撃が回避されましたが、チャンスでした。了解。カンフーファイター攻撃に成功したわ。トリックマスター、あら、意外と効いたようですわね。よかったですわ。トリックマスター、少し被害が蓄積してきましたが、まだ大丈夫ですわ。攻撃を回避。ハーベスター、目標の修理を完了しました。敵を発見、そちらへ向かいます。ちょっと、なんで当たんないの。標準がずれてるんじゃない。了解、行動を開始します。ハーベスター、攻撃しまった。攻撃がかわされたよ。攻撃を回避。5番機、機体損傷。了解。攻撃を回避しました。ハーベスター、目標からの攻撃をかわしました。敵の攻撃を受けました。カンフーファイター、攻撃開始。ハーベスター、攻撃成功。攻撃開始。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。狙いがそれだよ。回避成功。被弾したか。この程度ならまだいいが。攻撃を回避しました。あ、視線を感じると思ったら司令官殿かい。こちらカンフーファイター、敵を撃墜したわ。あれ、外してしまった。私としたことは。了解しましたわ。これより行動を開始します。タクトさんからご覧になって、私の戦い方はいかがですか。はい、わかりました。とっておきを見回しますわ。フライヤーダンス。かなりの被害は。目標を倒しましたわ。次のご指示を願います。トリック。これでも白き月を離れて以来、戦いには慣れたつもりですが。攻撃回避しましたわ。ダメージはございません。
そんな攻撃当たるもんですか。戦いになれるなんて正直考えたくないですね。カンフーファイター攻撃に成功したわ。狙いはそれだよ。もう一度行ってくる。ゲハベスター、目標の修理を完了しました。攻撃開始。敵の攻撃を回避したわ。しまった、狙いがそれだよ。命中、攻撃に成功しました。ハーベスター攻撃成功。こちらハッピートリガー、目標を片付けたよ。よし、うまく命中したわ。言われなくても分かってるわ。攻撃を回避しました。了解。トリックマスター、了解ですわ。攻撃を回避しました。クーデターが起こって初めて平和のありがたみを実感しましたわ。よし、命中。カンフーファイター、攻撃に成功したわ。一日でも早くこの戦いを終わらせたいものですわ。ハッピートリガー、しまった、狙いがそれだよ。命中ですわ。次も外しまくってたよ。チュー、外れちゃった。よし、撃墜したわ。私の敵じゃないわね。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。はい、わかりましたわ。攻撃回避しましたわ。ダメージはございません。4番、しまった、狙いがそれだよ。攻撃外れました。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。ああ、分かったよ。4番機避難、大したことはないよ。私の攻撃を回避した。意外と素早いね。了解、行動を開始します。私なんかを見てる暇あるのかよ、お前さん。されたが、次は外さないよ。了解。こちらハッピートリガー、目標を片付けたよ。目標の修理を完了しました。タクトさんも早く平和が戻ればとお考えではありませんか。私も可能な限りお力になりますわ。そろそろエネルギーの補給が必要そうだよ。ちょっと、なんで当たんないの。珍しいお茶とございます。補充が取れてエネルギーが低下してきた。補給の準備をしておいて。なんとか避けられましたわ。トリックマスター、被弾しました。避けた。まだなんとかなりますわ。とくとご覧ください。フライヤーダンス。攻撃回避しましたわ。まあ、私は構わないから好きなだけ見ていなよ。敵の全滅を確認しました。いやー、さすがはエンジェル隊、頼りになるね。だが反撃が前回よりぬるいような。何か妙だな。そうだな。はいよ、了解。はい、エンジェル隊より緊急通。エルシオール後方に新たな敵艦隊がドライブアウト。何、こっちの手駒が足りないのを知って、挟み。どうする、タクト。前方にいるエンジェル隊と接触したのは巡洋艦に駆逐艦タイプのようだ。俺たちの後ろから現れたや駆逐艦、そして正体不明の大型艦が一隻か。おそらく数が多いのはともかくとして、
足の速い。どうする？誰に向かって言ってんの？了解ですわ。了解しました。こっちを早めに片付けて助けに。もう一度。了解。後方の敵艦隊から通信です。ほら、あいつだ。我々が前後を張る。やった、一番機ラッキースター、エンジン回復。なんだと？ちょっと違うんだけどな。了解。したな。罠にかけるとは卑怯なり。それを言うならそっちのハサミ撃ちの方だろ。ミルフィ、みんなが前方の相手を片付けるまで後ろは頼んだぞ。はい、さっき出られなかった分まで頑張ります。了解です。今すぐ行きます。あれ、タクトさん、どうしたんですか？あ、うまく当たったわ。果たしてすごい。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。今のグッドな攻撃見てました？はい、タクトさん。そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。攻撃を回避しました。あれ、タクト、もしかしてずっと見てたの？攻撃を回避できました。絶好調です。はい、ミルフィーユ行きます。もしかしてハッピートリガー避難したよ。そんな攻撃当たらないもん。はい、タクトさん、敵を破壊いたしました。タクト君の指示のおかげですわ。敵の攻撃かわせ、私今日はいっぱいお役に立てると思いますよ。ハイパーキャノン発射。私の攻撃を回避した。まだ被弾したか。意外と素早いね。だが勝負はこれからだ。うわこの我が輩が。カンフーファイター、攻撃に成功したわ。了解です。今すぐ行きます。攻撃は耐強度が低下してる。まだなんとかなるか。はーい、ミルフィーユ行きます。さらに低下。いい加減修理を頼むよ。ああ、分かったよ。攻撃は回避した。目標を捉えた。今度はこっちから行くよ。これからそっちに向かうわ。今のハッピートリガー、ついにできるようです。やりましたよ、タクトさん。やまりますわよ。フライヤーダンス。最小限の攻撃で最大限の効率。目標を撃破しました。やりましたわ、タクトさん。あ、視線を感じると思ったら、司令官の。目標、すべて撃破しました。よし、よくやった。この宙域を離脱するぞ。なかなか見事な指揮ぶりだったぞ、タクト。本当に大丈夫かね。エンジェル隊、ただいま帰還しました。タクトさん、私やりましたよ。あんな大勢の敵に勝てるなんて、タクトさんのおかげです。私の方は問題ありませんでしたわ。司令官殿もお疲れさん。敵の指揮官の冥福を祈ります。まあ、ざっとこんなもんよ。でも、そもそもミルフィーが最初から出撃できてごめんね、ランファ。いえ、そんな。うん、
どうやら司令官ニルフィーさんの機体があれほど安定した性能を発揮していたのは珍しいですわ。ああミントひどいよ。これならこの先も少しは安心できそうだね。失礼いたします。芝王子より処女皆様にお届けするよう仰せつかっただけですので。芝王子から辞儀。見せて見せて。皇族の人からのお礼状なんてめったに見られるもんじゃないわ。ラファさん、この場合は北条と言い、北条でも何でもいいから。ま、芝王子にそう言われたっていうことは。それは以前ミルフィーさんが行った演習のことですね。ですが互角に渡り、あの時ミルフィーさんの相手を務めた船がなぜか2隻ともミルフィーさんが一度も攻撃しないうちに、紋章機もそれだけの性能がないとは言いませんが。そうなのよ。それで演習自体が中止になった。あの時の演習もミルフィーの運が働いたんだろうね。そうなんです。え、でも私はタクトさん